ラッパハノック軍はアメリカ合衆国バージニア州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7373人であり、2000年の6983人から5.6%増加した。軍庁所在地はワシントン町であり、同軍で唯一の法人化町でもある。軍名はラッパハノック側から取られており、ラッパハノックとは 早く増大する。水の川あるいは、潮と流れのあるところを意味する、アルゴンキン語族の言葉でラピーハンから派生した。ラッパハノック軍は1656年に、ランカスター軍から分離して設立された。1692年、エセックス軍とリッチモンド軍に分割されて、一旦消滅した。1833年、人口が増加し、軍庁所在地に行きやすくす。 必要性が生じたために、バージニア州議会の方により再度設立された。軍域はカルペパー軍の一部が取られた。軍名は、ホーキア軍との軍境を流れるラッパハノック川から取られた。ラッパハノック川が、軍の北東境界を流れ、ホーキア軍とを分けている。南東はカルペパー軍、南西はマディソン軍と接している。軍西部の大半はブルーリッジ山脈である。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は267平方マイルであり、このうち陸地267平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.10%である。下記の山が軍内にある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍内を抜けるアメリカ国土211号線。 園系はブルーリッジ山脈ワシントン町にラッパハノック軍公共教育学区があり、二つの学校で軍全体の幼稚園前から12年生まで921人を教育している。軍内の私立学校はハースストーンスクールとベイクフィールドカントリーデイスクールがあり、幼稚園前から12年生までを教えている。また6年生から12年生までのベルミードファームスクールもある。 ありがとうございます。